飛んでいったボール。リン君は誕生日にボールをもらいました。おめでとうリンと書いてある青色のきれいなボール。お父さんと公園へ行くと、リン君はボールを思いっきり投げました。ボールは高く高く飛んでいき、遠くへ遠くへ飛んでいき、山の中に落ちました。熊の親子がそのボールを拾うと、子熊が思いっきり投げました。ボールは高く高く飛んでいき、遠くへ遠くへ飛んでいき、海へ落ちるとイルカの親子が見つけました。鼻でポーンとボールを飛ばすと、ボールは高く高く飛んでいき、遠くへ遠くへ飛んでいき、今度は砂漠へ落ちました。ボールはポスッと砂に埋もれると、そのまま誰にも見つからず、長い間そこに落ちたままでした。ある日、大きな砂の竜巻が起きると、ボールも一緒に舞い上がって、高く高く飛んでいき、遠くへ遠くへ飛んでいき、火山へぽとりと落ちました。その瞬間、ドーンと火山が大爆発。ボールは爆風で、高く高く飛んでいき、遠くへ遠くへ飛んでいき、今度は氷の国へ落ちました。そこへ白鳥がやってきて、口へくわえると、高く高く飛んでいき、遠くへ遠くへ飛んでいき。白鳥はある日湖に降り立ちました。そのままポトリとボールを落とすと、ボールはぷか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 浮かびます。風で湖が揺れると、ゆらゆら岸へとたどり着きました。そこへ親子が通りかかり、子供がボールに気がつきました。パパ見て、ボール。何か書いてある。パパがボールを拾ってみると、びっくり仰天。これ、パパの子供の頃のボールだ。なんと、ボールを拾ったのは、大人になったリン君でした。ボールには、おめでとう、リン、と書いてあります。リン君はボールをきれいにすると、優しくボールを投げて、子供と一緒にキャッチボールを楽しむのでした。おしまい。お話は面白かったぶ？チューブとお友達になってくれたら、絵本のプレゼントとかお知らせを送るぶ。動画の説明欄からお友達になってぶ。これからも楽しい絵本をたくさん作るから、グッドボタンと
とチャンネル登録もよろしくブー。